続きまして、ユーロフィンプロダクトテスティング、金子様より各国の包材規制対応、手続き事例についてご紹介をいただきます。金子様、よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます、えー。私、ユーロフィンプロダクトテスティング株式会社の金子と申します。あのー、食品、まあ、輸出に必要な、まあ、包装材の規制対応というところで、まあ、ちょっと短い時間ですけども、概要として、あのー、 少し、あの、ご説明を差し上げます。はい。次、お願いします。えっ、ー、と、そうですね。あの、あのまあ、今表示されている目次のような形で説明させていただきます。まあ、弊社、ちょっとあの、軽く弊社の紹介させていただきまして、それから、ま、EU と、あと中国、米国を軽く、で、実際に求められたようについて、で、検査事例だとか、あと、最終的に、ま、検査機関として、まあ、私どもが、 あのご協力できるようなことというようなところで、少し、えー、ご案内をさせていただきます。はい、次、お願いします。はい、まずあの、弊社の紹介をさせていただきます。私どもあの、ユーロフィンプロダクトテスティング株式会社は、あの基本的にはですね、えー まあ、あの、製品であるとか、材料だとか、そういったものの、あの、理科学的な試験を、えー、行っている、まあ、試験検査機関です。でまあ、輸出の時には特に求められる ISOIC17025 という、あの、試験所認定ですね。まあ、これを取得しておりまして、また、あの、厚生労働省の登録検査機関として、えー、あの、企画基準に対応した、えー、検査をさせていただいております。 実際にですね、あの、試験検査どの、どのようなものを行っているかというと、まあ、器具、容器構造に関するものはも,もちろんですね、まあ、電気、電子製品とか、部品だとか材料、まあ、こういったものの理化学検査、まあ、おもちゃとか繊維とか、そういった、あの基本的にはありとあらゆる、その製品材料と呼ばれる、まあ、そのいった種類のものに対しての理化学試験を提供させていただいているというところです。 で昨今ですね、あの特にあの輸出、食品の輸出に関係して、えー、あの海外の器具容器包装に関する検査というものの,あのお問い合わせ、あのご依頼、多くいただいておりますけれども、まあ、その他にですね、あのまあ、特に電気電子部品に関するところで、まあ、あの欧州の,あのいわゆるローズ指令ですね。 こういったものに対応したものであるとか、えー、昨今、あのー、いろいろなメディアで耳にされていることも多いかと思いますけれども、えー、PFAS ですね、うん、まああの有機不ッ化合物類、こういったものの試験検査も行っております。その他ですね、まあ、化粧品であったり、 えーまあ、自動車関連とそういったものについても、揮発性物質、含有だけではなくて気発性物質の試験とか、こういったものもあのやらせていただいているというような会社でございます。あ次、お願いします。でですね、あの私ども、ユーロフィンというのはですね、あのー こういった試験検査、あるいは、えー、認証等を行うあのグループの、えー、会社となっておりまして、まあ、世界で、えー、今60カ国、61カ国ですかね、にあの試験場を設置しているという、えーまあ、試験検査のグループになっております。えー、私どもはこのですね、いわゆる消費財という,う ビジネスの,なあの市場のものに対して試験検査を提供させていただいておりますけれども、その他にですに、ね、食品であるとか環境であるとか医薬品、医療機器、化粧品、農薬、まあ、臨床検査、まあ、そういったさまざ、あ、まな分野のです、ね、試験検査、調査あの、認証等をやらせていただいています。はい あの、まあ、世界各国でね、あの、あるいはそのいろいろな違う材質のものに対しても、あの、私ども日本の方、あの、法人をですね、窓口にして、まあ、各国の試験というところを実施させていただくことが可能です。はい、次お願いします。で、ここからですね、あの、EU の、えっ、ー、と、法在規制の、ところに進んでいきますけれども、あの、先ほど、えー、ご講演された、あの、 え、いルギ先生がすごく、このあたりの情報は、あのー、詳しいので、えー、ここでは概要というところでやらせていただきますけれども、実際にはですね、まあ、e、EU の防災規制、えー、ではですね、まあ、枠組み規則というものが、まず前提としてあって、まあ、その中、 下にですね、材質別の規則と、あとは GMP ですね、まあ、適正製造規範ですかね、まあ、こういったものがあって、まあ、これらに適合していなければならないというものと、EU ではこれらに適合するために、適合宣言書というものを発行することが要求されると。でまあ、の材質の中でもですね、特に合成樹脂に関する方の 規制がですね、厳しいというか、細かいというか、そういったものになっております。で、このポジティブリスト制度と、えー、ごめんなさい、えー、と法財の、えー、と規制ですけども、まあ、日本でも、えーとまあ、先ほども、えー、お話ありましたけど、ポジティブリスト制が導入されておりますけれども、あの日本と欧州 EU ではですね、まあどれ、どのような違いがあるかというと、まあ、こういった形でですね、あの まあ、集裁されているものも、えー、違いますし、えー、主催されているものに対する、えー、規制との、えー、そのものも、えー、だいぶ違います。そしてですね、まあの試験の条件であるとか、えー、そういったものが、えー、大きく異なります。次お願いします。 EU で求められる検査の内容ですけれども、これがおしあのプラスチックに関するところですけれども、あの基本的にはですね、まあ、金属類、えー、と19物質でしたかね、の移行量、えー、と食品への溶出のことを、えー、と移行と EU では言いますけれども、えー、金属類の移行量、それから第1級特定方向属アミン類の移行。これはあの全てのプラスチック層に対して今一律に制限かかりますよというところと、まあ、総移行量、 えっと、日本で言うと、蒸発残留物のようなもの。それから特定移行量。これは添加物の、えー、と移行量ですね。これらの制限がありますと。まあ、その他に物質によっては、まあ、添加したものによっては、えー、最終製品中への含有量であるとか、まあ、あのー、いろいろな、えー、純度の基準とか、そういったものがありますと。 その他にですね、えっ、ー、と、日本では評価の対象となっていないものですけれども、えっ、ー、と、非意図的添加物と呼ばれるもの。まあ、これは、あの、分解物であったり、不純物であったり、まあ、これらが、まあ、有害性がないことを確認するというものが必要になってきます。で、この他にですね、あの、可能性の評価、まあ、味であるとか、匂いであるとか、こういったものに影響を与えないということを確認する必要がございます。はい、次お願いします。 で中国や米国の方ですけれども、まず中国の方ですけど、中国も同様にポジティブリスト制度です。えっ、ー、と、さっき、えっ、ー、と、そうですね。あのー、材質と添加物それぞれ、えー、ポジティブリストになっています。で、構造的にはですね、あの枠組み規則、材質別規則、GMP 規則という形、 があって、まあ、これはあの、欧州と非常に形としては類似していると。で、材質別規則は、ま、先ほどあの、いつ先生のご,のご講演にもありました通り、欧州よりもあの、非常に多いです。まあ、紙であるとか金属であるとか、えゴム、インク、まあ、そういったものももう、あの、設定されています。 で試験内容は比較的、えっ、ー、と、欧州に似ている。まあ、EU のものに非常に近いところを選択していますけれども、えっ、ー、と、日本の元々の、えっ、ー、と、企画基準に似たものが入っているという少し、あの、複雑な構成になっています。で、いずれにしてもこう、欧州や日本、 その,あの食品区分だとか検査の条件が異なったりするということがあるのと、最終的にあの適合の検査というのは中国での認可機関で使用する必要がありますというようなことになります。次、お願いしますで。米国の方ですね、まあ、米国もあのポジティブリスト制度です。あの米国の方は非常にあの えっと、なんて言うんですかね、えー、非常に見づらい、あの、あまり一覧表でバンというふうな形になってなかったりもするんですけれども、えー、っと、ポジスティブリスト制度、まあ、材質と添加物という形にはなっています。で、米国の方はですね、あの、まあ、欧州と違って、溶出しなければ、あの、良いという考えではなくて、えー、そもそも安全として認められている、評価されているものと。 ものしか使えませんと、えー、つまりポジティブリストに収載、えー、されてないものは、えー、基本的には使えないというようなことになります。逆にですねあのー、もちろんその新しい新規物質をその、えー、ポジティブリストに修正するということも可能なんですけども、もう現在はですね、えー、そういったことがほとんどなされていなくて、えー、個別にですね、あのー FDN 法の,の認可を取るというような形で、まあ、FCN 制度というものを利用して、実際にあの製造、利用されるというケースが、あの、ほとんどです、ね。えー、っと、ほぼ100%だったと記憶しています。で、そ、こういった形でですね、その、実際にその添加物であるとか、まあ、その添加物の使用を確定するときに安全性をもう確認をしているので、含有量であるとか溶出量の検査というのがほとんど必要がないようなのが、えー 米国の仕様になっています EU に、えー、の輸出するために必要なのが、まず適合宣言書を発行するというのが、えー、と求められます。これあの、日本の事業者様が適合宣言書を発行しなければいけないというよりは、EU の事業者があの、まあ、輸入するものが、えー、と次の段階に発行しなければいけないので、まあ、その えっと、上流にあたる、ま、日本の輸出事業者に適合宣言書を要求するというようなことになります。で、この、えっと、はっ、適合宣言書を発行するために必要なのが、ま、核基礎研適合の確認となりまして、ま、認可物質のみを使用するというのと、ま、輸出移行がないことということを、ま、修理の影響がないと。で、ま、製造管理と文書化を行うと。ま、こういったことが入ってきます。次お願いします。 認可物質のみの使用というところなんですけれども。 えとまずは製造に使われている物質を全て確認するというところをですね。基本的には製造業者様、もしくは第三種機関というように,に依頼をかける。もちろん製造業者様自身がご確認されるということもあるんですけど、こういった形で行います。で、えーとまあ、ポジティブリストにそれが集裁されているかどうか、制限値があるかどうかというようなことを確認します。次お願いします。で、 で、実際にですね、まあ、あの、有害物質の移行がないというところの確認をしていきます。えっ、ー、と、まあ、金属であったり、えぇ、ー、ほこミンであったり、あるいは、あの,の、特定の、まあ、規制値のある添加物、それから、まあ、総移行量と、まあ、あの、ヒート的添加物の評価ですね。こういったものをやって、あと、観音試験、こういうのを行っていきます。はい、次お願いします。 で最後に製造の管理と,、えー、と文書化ですね。あの GMP、えっ、ー、と、枠組み規則に準拠するために、えー、GMP 規則に準拠しなければならないというところで、まあ製造工程を文書化すりますよとか、供給体制を文書化しますよとか、あとは製造、あの、使用物質を規定するであるとか、まあ印刷物、印刷がある場合は、まあその裏打ちの管理、こういったものが必要になってきます。はい、次お願いします。で、実際にこ、あのー、 ま、試験を、試験検査を行うというふうになった場合はですね、えっ、ー、と、こういった情報が必要になってきます。まあ、材質と、ま、その構成ですね。まあ、あの、ま、実際には食品接触面の材質だったり、形だったり、その大きさだったり、え、ラミネートのような場合は総構造まあ、こういったものと、あとは全使用物質のリストですね。まあ、先ほどの、えっ、ー、と、ご紹介した通りですね。その後に、あの、実際に使用する食品の種類ですね。まあ、どんな食品に対して使用しますかという情報が必要になります。 次お願いします、はいえー、とそれからですね、まあ、使用する温度ですね、あの非常に EU の場合は特に、えーと、この試験の、えー、なんていうんですかね、区分があのかなり細かく分かれているので、使用する温度、まあ、最高の温度ですよね、温度と、まあ、実際に接触する時間、期間、まあ、こういったものをあの情報として必要になります。 で、まあ、温度と時間というのは、まあ、滅菌処理の後に常温で保存しますよ、みたいな、こういった場合の、まあ、こういう、それぞれの組み合わせという、こういったもの、あの、情報というのも必要になります。あとは繰り返し、えー、中、使用するものが、あの、まあ、シングルユースなのかというところで、えー、試験が変わっていきますので、こういったものが必要で。で、印刷の有無ですね。まあ、こういったものが、情報としては必要になります。次、お願いします。で、 実際あ検査を行った場合ですね、検査に問題がなければ適応宣言書を作成していきます。で適応宣言書に記載する内容というのはですね、これは実際にプラス規則の方にバッと書かれていますあの。実際に書かなければいけない内容というのはこの9項目ということになります。で検査で問題があるっていうケースも,もちろんあるんですね。そういった場合はまあ材質や使用条件を変えるとか、まあ、製造とか保存条件、こういったものを変えるというようなことが必要になってきます。はい、次お願いします。 で実際検査を行った事例ですね。あのまあ、プラスチックの包材だと、まあ、先ほど紹介したようなものですけれども。 印刷があった場合とかで,はですね、インクの方を評価するのに、スイス規制を対応利用するであるとか、紙の場合はですね、ドイツのスク評価研究所の韓国、こういったものを利用するであるとかで、実際に検査が不合格のケースも少なからずありまして、対象の食品を限定するとか、接種可能の食品量を限定するとか、こういったもので対応したということがございます。 あ次お願いしますで、まあ、よくいただくご質問なんですけれども、あのまあ、何をすればいいかというのとかあの、何をすればいいのか分からないみたいなことが実際に、えー、よく聞くんですけれども、あそういった場合、ですねあの実際に国であるとか、種類であるとか、こういったものを、えー、お問い合わせいただくか、輸出先国の国の、えー、省庁のホームページ等で確認はできます。で で、輸出国先に、輸出先の国にですね、企業がないようだと、まあ確認できないという場合はですね、まあ安全であることを確認すれば、あの、ほとんど大丈夫なケースが多いです。えー、この場合も、あのー、実際にはですね、東京で確認をするというのが間違,あの間違いはないんですけれども、まあ一般要求事故に適合するような、えー、ところで安全性を確認しますと。で、使用する添加物の情報を得られない場合というのは、あのー、まあ、 私どものような第三者機関、試験機関の方から、まあ、適合性確認のための情報開示を依頼して、え実際にあのそういったものの情報をあの取得するというケースもございます。えで、まああの、あとですね、まあ、自社で実際規制対象をするの難しいですよということも、まあ、あのコスト面であるとか、そういったところとか、まああの、かなり法的な要件が難しいというところもあって、 そういったお話も伺うんですけれども、まあ、そういった場合にはです、ね、あのまあ、規制対応済みの法材利用されるというのが間違いないんですけれども、まあ、国や自治体等の,あの助成制度などもあったりしますので、まあ、そういったものを利用されるというのが、はい、あのよろしいかなと思います次お願いします。 あはい、あのー、私からのご紹介以上になります。えっ、ー、と、何かございましたら、まあ、こちらの方にお問い合わせいただければ、まあまあ、私どもの方でご回答を差し上げることが可能です。ありがとうございました。